ミルチャ一世は、ワラキアの公、孫である、ワラキア公ミルチャ二世と区別するため、老公のあだ名で呼ばれる。ワラキアと敵対した、オスマン帝国の人間やドイツの歴史家ローン・クラビウスは、ミルチャを、キリスト教徒の公の中で最も勇敢であり、聡明な人物と評した。19世紀以降、ルーマニアの歴史家は彼を指して、偉大なるミルチャと呼んだ。ミルチャ一世は、 バサラブ朝の血統に連なるワラキア公ラド一世の子として生まれる。1386年、イボ兄であるダン一世から行為を奪った。オスマン帝国の拡大に際して、オスマンを共通の敵とするハンガリーをジギスムントと密接な関係を構築する。また、隣国のモルダビア公国と友好関係を保ち、1389年、 モルダビアコーペトルムシャットを介して、ポーランドをブワディスワフ2世と同盟条約を結ぶ。同条約は1404年、1410年に更新された。同年10月のコソボの戦いにおいては、ワラキアはセルビア陣営に参戦した。1390年からミルチャは、オスマン帝国の支配下に置かれているドブロジャを奪還するため、遠征を実施する。 1394年に、オスマン皇帝はヤジと一世が4万の大軍を、率いてダニューブ川を渡った時、ミルチャは1万の兵士しか集められず、初戦で敗北した。ミルチャは、オスマン軍に対して、ゲリラ戦を展開し、小規模の攻撃と撤退を繰り返した。ワラキア軍は、ロビネ平原の戦いで、オスマン軍に勝利を収め、オスマン軍は、ダニューブ川南岸まで後退した。 1395年、ミルチャは、ン一世の息子とも一貴族とも言われる、ブラド一世に、行位を散脱された。1396年7月に、ジギスムントが提唱したハン・オスマン十字軍に、ミルチャも参加するが、同年9月25日のニコポリスの戦いで十字軍は、合解する。ニコポリスの戦いの後、ミルチャは、ドブロジャをオスマン帝国に譲渡し、 高能を制約した翌1397年に、ミルチャは、ハンガリーの支援を受けて、ブラド1世を破り、ワラキア港に福井し、ダニューブ川を渡った、オスマン軍の前進を阻止する。1400年、ワラキア軍は再び、オスマン軍に対して、勝利を収める。1400年、息子、ブラド2世の首都となる、アレクサンドル全領港を支援し、モルダビア港に即位させた。 1402年のアンカラの戦いにおいて、バヤジと一世がティムールに敗れ、オスマン帝国が分裂状態に陥ると、ミルチャは周辺のキリスト教国と連合して、ハンオスマン運動を展開する。ジギスムンとセルビアのステファン・ラザレビチラと連合し、1404年にブルガリアで発生したハンオスマン放棄を支援し、ドブロジャを回復した。オスマン定位を主張する。 バヤジと一世の4人の維持のうち、ミルチャは当初ムーサを支持したが、支持者を次々に変えて、オスマン帝国に占領された土地の奪還を進める。1415年、メフメと一世のもとで統一を回復したオスマン帝国に対して、ミルチャは領土の保持と信仰の自由を条件に侵入を制約した。1418年1月31日、ミルチャは死去した。 死後、皇位は、彼の息子たちと男一世の息子たちの間で争われ、政権は非常に短期間で交代した。それにより、貢献は弱体化し、代わって地主貴族らの勢力が強まっていった。1390年のワラキアの支配領域ミルチャ一世の知性に、ワラキアの半島は最大になった。政情の不安定な地域に建国された。 ワラキア公国の国境は常に変動していたが、ミルチャ統治下のワラキアは支配領域を拡大し続けた。北はオルト川、南はダニューブ川、西はダニューブ川の鉄門、東は国会沿岸部まで広がり、ハンガリーの内乱を利用してトランシルバニア地方にまで勢力を広げた。ミルチャ一世は貢献を強化し、高度な統治機構を組織した。 経済の発展によって国家の収入は増加し、ワラキアで鋳造された貨幣は国内外に広く流通した。ミルチャの知性にはポーランドとリトアニアの商人に特権を与え、ブラショブの商人に付与されていた特権が更新される。一連の経済の発展はワラキアに軍事力を増強する余裕をもたらした。ダニューブ川沿岸部の要塞は増築され、 都市民と農民からなる大軍隊が編成された。また、ミルチャは正教会に手厚い保護を与え、コジアにセルビアのウルセバ教会を模した教会を建立した。ありがとうございます。